11日にですね、広域電と原子力機構の方から調査報告、中間報告が田村さんに出されています。田村さんにはですね、この中間報告についで原子力被災者生活支援チーム内では、この中間報告の内容については、共有されたという理解でしたでしょうか。内閣府の支援チームの田村でございます。ただいまご指摘の通り、昨年の10月11日にはですね、中間報告という形で、いわゆるその現地の方でですね、測定された結果について頂戴いたしております。その結果については支援チームを、担当ラインの方ではですね、共有させていただいております。と言いますと、皆さん方の上司にあたりですね、事務局長とかにあたる、菅原さん、それから佐々木さん、そういった方々についても情報は共有されています。中間報告の内容につきましては、現地に得られたその測定結果ということで、その後、生活パターンの組み合わせによるですね、推計を行うというのがこの調査の目的でございましたので、いわゆる、先ほど戸高の方からもですね、ご説明のありましたとおり、いわゆるその2つの大きな作業のうちの1つ、そういうこともございましたので、そこは引き続きですね、私の方で、検討をさせていただいたということでございます。その通りでございます。昨年10月にですね、中間、両機関からの中間報告が最後にですね、本調査ですね、感染の方の被曝線量予測、被曝線量低減に少し無理がかかるとしたら、田村の宮古事例4月1日が最後となったわけで、その機関の判断にも役立ってほしいというふうに読み取れるわけですけども、結果的にですね、最終報告が間に合っていないという。これも戸高からの繰り返しになりますけれども、田村市、宮古寺地区の解除にあたりましてはですね、空間線量、航空機モニタリングやモニタリングポスト、そういった空間線量のデータをはじめ、実際準備宿泊時のですね、個人線量結果、そういったところをお示した上でですね、解除の手続きを取らさせていただいたということでございますので、情報はしっかり提供させていただいたというふうに認識しております。この結果についてはですね、取りまとめた上でですね、取りまとめた時点で、当然その公表すべきだと、これは当初から思ってたわけです。で、そういった意味におきまして、仮にですね、4月1日前にですね、公表できればですね、それはそれで、これはいわゆる人のその個人が図られている実際の実測に対するその追加措置的なですね、情報としてですね、推計というものがございますので、それはその4月1日前にですね、お出しできることができれば、それは良かったかというふうに思いますが、必ずしもその解除にあたってのですね、情報といたしましては、そこは繰り返しになりますけれども、個人線量につきましてはですね、空間線量も含めて、しっかり情報はお出ししたんだというふうに思っております。一方でですね、最終報告までは公表するつもりはなかったということですけれども、この中間報告は、今週の段階でですね、インターネットのホームページに公表されていますけれども、先ほど中間報告の位置づけについては申し上げた通りでございまして、もともと公表するつもりであったものを公表しないという判断を行ったとか隠蔽ということは当然ないわけです。他方でですね、先月末になりますか、毎日さんの報道もありましたし、それから中間報告自体についてですね、やはりご関心も高くなったということ、それから情報公開請求も受けたということもございまして、文書の性質上開示を拒否するような性質の情報ではないというふうに我々は判断をいたしまして、14日にホームページにおいて公表するということにさせていただきました。で、放射線量に関するデータについてはですね、まとまったものは速やかに公表するという方針で考えておりまして、ホームページにも今載せさせていただいておりますけれども、迅速かつ丁寧にしっかりと情報提供していきたいと思っております。去年の中間報告を求める期限当初は10月末までということで、先日の方から両機関の方に
識ありますか？おそらくそれは測定を、9月10月中にやっていただきたいという、そういうことだったのかなというふうに記憶しています。ですね、ちょっと10月を9月に申し上げたかどうかというところはちょっと記憶が定かではないんですけれども、申し訳ございませんが、おそらく、ですね、いろんなその公表のタイミングがあるんではないかというふうに私どもは思っておりました。例えば、検討チームですね、昨年原子力規制委員会さんの方で、行われた検討チームというのも一つのその公表の場だというふうに考えておりました。そういったその開催スケジュールとかですね、そういった観点からそのように申し上げたかもしれません。すみません、ただそこは私のあまり記憶している限りではございません。小高参事官、先ほどデータまとまったものは速やかに公表するべきだ、だから出したとおっしゃいましたね。はい、はい、14日出されたものは半年前のデータでございまして、半年前に公表することもできたわけですね。申し上げたかったのはですね、空間線量というのが今までありましたと。で、個人線量についてもその、住民の方が測っておられるデータとか、それから、今回の取り組みはファントムを使って推計をするというデータがありますと。で、いろんな取り組みが進んできてますので、例えば住民の方が実際に泊まっておられるデータなんかもある程度集まりつつありますし、我々職員が入ったデータなんかも、いくつか積み上がりつつありますので、そういったものが公表できる状況になればしっかりと公表していくという趣旨で申し上げたつもりです。このですから先ほど申し上げた通り、その10月に中間報告というのは先ほど申し上げたような趣旨の資料だというふうに我々は理解をしておりましたので、それ自身その時点で公表しなかったという判断は我々としてはそういう考え方だということであります。他方でいろんな報道もされましたし、情報公開請求も受けてご関心も高いということもありました。そういったことを踏まえますと公表するということも適切ではないかというふうに考えて公表したということで考えています。というふうに決定なかったのはどなたの権限ですか？公表するというふうに決定したのは支援チームとして決定をいたしました。チームとしてはチーム長ですか？はい、チーム長か決定権者ですか？決定権者どなたですか？決定権者最終的にはチーム長でございますけれども、我々事務方としてですね、しっかりと意思決定をした上でこの判断をしております。チーム長は大臣ですが、大臣の指示を受けて14日に公表したという流れでよろしいですか？大臣の特段の指示というのがあったかどうかは申し上げにくいですけれども、支援チームとして決定をして公表したということでございます。矛盾なかったんですけど、チーム長が決定したというのでチーム長って大臣ですよね。じゃあ大臣がそういう指示を決定して公表したんですかという問いに対して答えてください。そういった意味では大臣の最終的な責任のチーム長の責任の上で公表したということについては間違いないと思います。そもそもそれで4月退場前にですね、行おうという意識は皆さん目標として持ってらっしゃったかどうかですね。さっき申し上げたように空間と、実際に個人の方が測った個人線量というのが2つがあって、で今回はその2つの足らざるところを補えるような新しい方法を作っていこうという、問題意識で始めた調査でございまして、そのために、データを取って、それで科学的な推計方法を作ってきたというものでございます。そういった意味では直接その避難指示解除のタイミングとですねリンクした形では私どももともと考えていなかったというものでございます。もちろんその調査の精査がですね間に合えばそれはそれでもっと良かったというふうに私ども思っておりますけれども、もともとこの調査自身はですね先ほど申し上げたようなシステマティックな方法をしっかりと作っていくという問題意識で始めた調査でございますので、そういった意味で期限を特に設定をして考えていたというものではないです。生活個人に即したものをやるんであればですね、やっぱりそこの個々人の方の生活の聞き取りですね、それがやっぱ反映されてないデータっていうのはですね、どうも本当それが本当に即しているのかどうかですね、そういうその問題意識とはどういうふうにお持ちでしょうか？今おっしゃったことは
まあ、賛成ですって言っちゃおかしいんですけども、当然だと思います。いくつかこういうのってやり方があると思います。今おっしゃったのは、まあ、例えばその地域の、特徴を明確に表す評価をしたいんであれば、その地域の方がどういう特徴をしているかということを、例えばアンケートを取って集計してそれをもとに使う。それはベストだと思います。おっしゃる通りだと思います。ただもう一方のやり方として、それが、まあ、すぐに入手できないような時にはやはり一般的に使われているような統計データを使って、まあ、一般的な概算値を出していくっていう手法がもう一つあることは間違いないと思っています。なので今回はそちら私が今説明した後者の方を使ったということで、まあ、今後のことはこれからの議論だと思うんですけども、まあ、例えばある地域に特定してより詳細な正確な値を取りたいというのであれば、今ご提案いただいたような手法は有効だと思っています。すいません、福島民友ですけども、皆さんのこの推計値を出しましたけども、これを皆さんは一番誰に知ってほしかったんですか。この結果を誰に一番知ってほしかったですか。誰のためのデータですか。まあ、これは先ほど申し上げたようにですね、今回取った手法については、まあ、測定地点も限られていたということもあります。で、今回はこの推計の手法というのを一つ確立するための調査ということでやるための推計といういわゆるデータを取ったということでありますので、まずはその調査手法を確立するために取ったということがまず第一義では目的と思っております。で、他方でその田村市川内村の皆さんの取ってですね、これが網羅的なじゃあデータになっているかというと、残念ながらまだ調査一部の調査でしか過ぎないというふうに思っておりまして、このデータ自身がじゃあ全てその村のですね、全体の個人占領を代表するものにですね、なっているかというと、まだそこまでのものにはなっていないという認識で考えております。この推計データを一番知りたいのは誰だ。誰ですか。断られましたけども、あなた方の目的は分かった。でもこの推計値を誰が一番知りたいと思いますか。もちろんこれから帰還をされる、そしてまたいろんな判断をされるにあたってですね、どれくらいの占領になるのかということをですね、知りたいのは住民の方ご自身だと思っております。で、そのために、空間占領、それから一人一人の個人が持っておられる個人占領で、今回のような手法、そういったものを一つ一つ確立させていってですね、住民の方に、安心して、判断ができるようなですね、材料を提供していくのは、我々、必ずしなければいけない仕事だというふうに思っております。そうであるならば、あなた方の調査手法とか目的は、まあ、いろいろ言い訳を聞きましたけども、宮古島の人は帰ってるんですね。4月1日に解除されたから、一番知りたい人に一番知りたい情報が回らなかった事実はこれは曲げられませんから、あなた方はどんな言い訳をしたって一番知りたい人に情報がいかなかった。スピーディーな反省も何もないでしょう。それに関して申し上げると、先ほど繰り返しになりますけれども、宮古島の説明会では空間占領のデータ、それから宿泊された方々の個人占領のデータについても公表してお知らせをしておりますので、それについてはしっかりとお知らせをするという気持ちでやっているということはご理解いただきたいと思います。この時に、まあ、個人占領系と本国モニタリングとの関係について委員さんから厳しいと思ったことから収録しているんですが、この時になぜこの調査の存在は明らかにしなかったのか。で、またもう一つは、この調査は協力事業ということで行っているということで、どこか書いてありましたけれども、入札なり発表なりは行ったのでしょうか。行わなかったのであればその理由を教えてください。この調査につきましては、調査途上であったということもございますし、そこの部分についてはですね、検討チームにおいて、我々の方から何らかの形で検討チームにお伝えしたという事実はございません。なぜ伝えなかったんですか。それはプロセス段階、検討途中のものであったからということです。今のその議論は10月3日の日に福島県内の子どもたちのガラスバッジ、それは各市町村でやった皆さんがやっているような研究とは違うですね、もっとアバウトなものをグラフで出されたと思います。で、その後16日にもう一度この検討チームが開かれていますけれども、その時にはすでに報告が受けられていたと思います。レベルを見ますとですね、そのデータの前者の方が非常に荒くて、中間的なものの方が非常にしっかりとしていると思うんですけど、で、その後さらに11月11日にも会議開かれているんですけれども、この個人占領系がまさにテーマになっていたところで、なぜこのことについて
公表されなかったのか、逆に言うと我々はそれが出て、そういうものがあるのではないかと思っていたのに出てこなかったわけですから、その辺りをもう少し詳しくお聞きしたいんですけど。はい、これは繰り返しになりますけれども、この調査につきましては、推計手法というですね、きちっとそのしたその成果ができればですね、我々としてもそのしっかりこのような場でですね、公表するということを考えておりましたが、その当時につきましては、先ほど申し上げたとおり、その現場での その測定結果が得られたのみでございますので、その意味では調査は完遂してない、したがって、例えばそういう検討チームなりですね、というところにそのご報告はしなかったということでございます。入札かけてませんか？それは何ですか？これは私どもが依頼して、保育園さん、それから JEA さんの自主事業としてやっていただいているからです。なぜ委託事業を選ばなかったんですか？それは調査のやり方としてはいろんな手法があると思います。いや、ですからそこは発表するかしないかの大きな分かれですよね。なぜ委託にしなかった？まあ、さっき田村が申し上げたように、今回こういった形で、個人占領と空間占領のたらざるところを補うという調査の目的としてやっていこうということについて、保育園さんと JE さんのご協力が得られたということで始めた調査ということで、そういう経緯で始まったので、入札の形は取っていないというご説明になろうかと思います。助け取りを出すわけではないですが、ね、急いでいたか隠していたか、どっちからの理由しかないと思いますか？その両方どちらでもありません。今申し上げたように協力をしていただけるということでございますので、一緒にしっかりやっていこうということで調査を始めたということでございます。調査の存在自体明らかに今までしてこなかったという理解でいいですか？公式に今まで調査の存在自体は明らかにしてこなかったという理解でいいですか？公式という意味においてはそうです。今ここに書いてあるこの目的を見るとですね、これ全部は調査を始めた後に出てきた事実が書いてあるんですけども、もともとの調査の目的って何だったんですか？そうするとここに書いてあるこの規制でやっている検討会のことであるとかですね、その後の宮古市の解除決定されたことである、これ調査の後ですよね。これ目的と循環が通ってると思うんですけど、もともとの目的は何だったんですか？さっき申し上げたかもしれませんけれども、住民 の方々の帰還、それからまたいろんな選択も含めてですね、やっぱ放射線量の不安というのがあります。その中で、空間線量、それから、実際に個人の方が測る個人線量といったものが、あるわけですけれども、それぞれの足らざるところをですね、フォローできるような、今回ファントムを使った手法とこういうものをですね、ある程度確立させることによって、いわゆるその線量の情報のですね、提供を、しっかりやっていけるようなという環境を整えたいというのが、大きな一つの、考え方ではあったかと思います。それがご質問に答えることになっているとすればですね、そういった思いでやってきたというのは先ほどご説明申し上げた通りです。ここに書かれている、そうするとこの規制の検討会の取りまとめがあったところがあるとですね、いろいろ書いてあるんですけれども、これはなぜこういう書き方になっているんでしょうか？要するに目的というのは、調査をする前に何を考えていたかを書くべきものであって、ここに書かれていることというのは、調査の後に出てきたことばかりなんですが、なぜこういう書き方になっているんですか？それとも、他に何か理由があったんでしょうか？ここに書かれていない理由というのは他にあったんでしょうか？例えば一つのポイントは空間があってですね、で個人でだいたい 0.7 掛けだというのがだいたい確認をされたというのが一つ今回の結果で出てくると思うんですけれども、それを引き直せばですね、これから帰還される区域とかいろんな区域で、空間線量を活用しながらですね、自分の個人線量を推計する、道が開けてくるというのが一つの、おそらくこれ出口ではないかというふうに思ってまして。すみません、もう一度お伺いします。目的と調査結果の時系列が逆にあっているのはなぜですか？調査やった時期ですね、目的と調査やった時期の時系列が逆になっているのはなぜですか？もともとの、支援チームさんからいただいた依頼は、個人占領系の特性に関する調査を行ってくださいということで依頼をいただきました。
で、まあ、それをもとに、何が必要かということで検討して、報告させていただいたのが、まあ、この報告書で、で、まあ、目的のところの書きぶりは確かにおっしゃるようなこともあるかもしれません。それは現在の状況に合わせて、ここの部分を、書かせていただいているというふうに、まあ、ご理解いただければというふうに思うんですけど、あれですね、その、まあ、実際にこの実測値が出てきてですね、その上でやはり それぞれ の関係する方にですね、個人占領の推定結果はこういうことですと、でこういうやり方がありますということをお話しするためにやはりそこ そのしっかりしたバックグラウンドも含めたですね、結果をお出したいっていうのが我々 の、まあ、強い思いだったということでありまして、確かにそういったご指摘はあり得るとは思いますけれども、まあ、当時私どもとしては先ほど申し上げたような考え方でしっかりと調査を進めたいという思いでやっていたということでございます。それをお聞きしたのはですね、はい、まずその 0.7 という関係があるというのは、そのどの生活パターンを取ったとしても、その個人占領系とその空間占領系が出されるものとはその 0.7 という関係があるという、まずそこはよろしいですか。4ページの、報告書の4ページを見ていただきたいんですけども、ここに非常に放射線の世界分かりにくいところの原因になっているんですが、空間占領というのと個人占領というのがそれぞれ実は別々に定義されております。で、図の1の1ですね、図の1の1に周辺占領等領括弧空間占領エッジスター点というんですけども、こういう、用語がございます。でこれがサーベイメーターなどでいつも、測られている数字です。でこれは先ほどちょっと申し上げたように、例えば皆さんが私たちが持つサーベイメーターで、測定した値だとか、あるいは航空機モニタリングなどで、計測される値です。で放射線の普通測る場合にはこれが基本になっていて、この値さえ一応把握しておけば、その場所で人が そこで被爆をしたとしても時間をかければその数値が過小評価にならないように、できている数字です。もうちょっと言うと、放射線の入射の方向というのは実は見えないんですけども、いろいろな方向から来ます。でそうするとどこから来てくるかわからないその放射線をきちんと測るというのは、サーベイメーターのように方向がどこから来てもちゃんと感度を持つ測定装置でないと、もしかすると数え落としをしてしまう可能性があります。ですからサーベイメーターで過小評価にならないような空間占領というのをまず測ります。でこれが私たちが今までずっと使っていたその空間占領の正体で、これ以上上になる占領というのはないわけです。ただ実際には、私たちそこにいたとします。でいろいろな向きを、生活の中にこうします。そうすると人間の体にはこの臓器の前向きもあれば後ろ向きもありますから、実際にこの前から放射線が来た時はやっぱりダメージは大きいです。それから後ろから来た時にあまりダメージは大きくありません。だから実際に人が被爆を受ける占領というのはその受け方によって違うんです、ね、だからそれをより適切に測るために個人占領という占領をわざわざ実は定義されています。でこの関係は実はその状況によって本当に 0.7 なのかどうかというのは実は分からないんです。で多くの研究者の方々は実はこの 0.7 というのは計算によって今の福島の状況でも分かってそうであろうというふうには分かっていたんですけれども、実際に福島のこういうフィールドのテストを してですね、それを確かめてみないことにはやっぱり本当とは言えないわけですよね。だからまず私たちは現場に行って個人占領計をそこに置いて、それからファントムを置いて人の体もやって、でとにかく現地での測定を最初にやりました。でその後でただその結果が
本当にそれがたまたまなのかどうかということは、まだその研究のレベルでも自信がないわけです。ですからそれを今度持ち帰って、それであの実験室っていうんですかね、そこでやはり照射をして、それがそのなんていうんですかね、あの再現がちゃんとできるのかどうかということまで確かめた上でないと、実はこの 0.7 というのは普遍性は持ちません。例えばあのその放射線の正面から来るような状況だけが被爆の状況だとすると、この 0.7 よりももうちょっと上の方 0.8 とかそのくらいになるはずです。でも、まあ、3カ所のこういった場所でいろいろあの条件で家の中とか外とかやったんだけれども、まあ、幸い 0.7 というかなりこうカチッとした数字が出てきたんです。だから、まあ、それの信頼性というか、そこをきちんと確かめた上で、まあ、公表したというのが実態です。だからこの 0.7 がどこ行ってもいつでも誰でもどこでもこれが通用するわけではなくて、今回のこの福島のこういうフィールドでなんとか確かめられたというのが、まあ、この仕事の意義という意味です。例えば今年間1ミリシーベルトという目標があったときにですね、女性目標ですけれども 0.23 マイクロシーベルトという考え方を、例えばそれが実測であると、まあ、それで計算すると 0.33 ぐらいになるかと思うんですけども、逆にそういう数値を変更することに使用することは可能なのかどうか教えていただけますか。やっぱり考え方はやっぱり一貫性がやっぱりないとダメだと思うんですよね。例えば場所の管理をするっていう時には、例えば除染をするとか、そういう場所のこれも政策的な考え方ではなくて、一般的なその放射線の管理という立場での私の見解ですけども、場所のその、例えばここの場所を放射線のエリアがちょっと線量が高いので入らないようにしようねとかいう、その場所の管理をするときにはやっぱり空間の線量のでベースにしてやらないと、人の線量とのこうちぐはぐにですね、あるときは人の線量であるときはって やっていくとあまりはっきりな管理の境界ができなくなってくるので、ある程度はまずは場所の空間整理をきちんとベースにして一貫性であってやっていくということが必要だと思います。で、ただその、帰還する住民の方々っていうのはもう実際にそこに、まあ、フィードが入っていって、それで、いろいろなこの生活をされるわけですから、そうするとその場所の管理がやっぱりどこの順番でこうその除染をしていくかっていう優先事件の問題がどうしても出てくると思うんですね。そういった時に広く、ま、その被爆にあまり寄与しないところにその集中して除染するよりも、まずは生活のところの中心で、いろいろ除染を考えたりすることが必要だと思うので、そうなってくるとやっぱり個人占領というのはどうしても着目していかなければいけないものになってくる。そういう時にあるその考え方を切り替えていくっていうのはやはり大事なステップだと思います。つまりこの中で3度の確認で、今空間線量で例えば1ミリシーベルトっていう目標があるときに、個人線量に切り替えた場合には 0.7 に低減というか少ないと見積もったときに、それをその 0.23 から目標を変えるためにその数字を使うことは可能なんですか。その科学的にそこの換算結果 0.7 倍っていう0.7 分の1倍ですかね、そういうことですよね。だから そこで空間線量をちょっとかさ上げするっていう生き方ではなくて、やっぱりそこに人がこう実際に動きがあり線量がありで個人線量結果としての個人線量があっての話なんですよね。だからこのちょっとはい、できないと私は思います。よくご案内だと思うんですけど、去年の規制委員会の取りまとめで基本的な考え方、やっぱり帰還に向けた安全安心対策ということなんで、帰還後に個人が受ける追加被爆線量を長期的に年間1ミリシーベルトとかになっていくと目指して健康対策をやっていくというふうになってますので、まあ、そういった方針でやっていくということだと思います。今の話、除染目標の話。除染の基準は今 0.23 マイクロシーベルト以上ということで国はホームページに出していますけれども、その基準を動かすことにつながるのかどうかという質問だったと思うので、小高さん、今のご発言にちょっと書き違
がってかない。私が申し上げたのは、機関に向けた安全安心対策っていうところが、申し上げているので、規制委員会のさんの基本的な考え方が、別に女性だけじゃありませんよね。その個人が受ける追加被曝線量が年間1ミリになるようにいろんな対策を講じるというふうに今されているので、まあ、それでしっかりやっていくというのを申し上げたわけです。政府の、復興加速のための指針の中でも、はい、女性目標にその個人の被曝線量を活用することを検討するというふうに書かれていますし、また、地元の福島市とかですね、郡山市の市長さんからも、女性目標を個人の被曝線量とか、あるいは物理的減衰を踏まえたものに、現実的なものに変えてほしいという要望も出ているんですけれども、そういう中で、その女性目標にその個人線量というのを発表していくとしたら、どういう方法があるんでしょうか。今回の保健中の何か成果を、生かして活用していくということができるんでしょうか。報道で耳にしていることで申し上げれば、その福島市さんなり伊達市さんなりも含めていろいろ個人線量計でいろいろ線量を把握しながらやっておられるっていう取り組みがある中で今のようなご議論になってるっていうことだと思いますのでですね、それ以上なんか今何かこちらで考えているというのは特にあるわけではないのですけれども、今そんな議論があるのは承知をしているということだと思います。どうしてもこの 0.7 という数字がこれから受け取る住民の方にとってはどうしても取り付きやすい数字というか、分かりやすい数字として今回出たわけですけれども、じゃあ今のお話でいうと、例えば体格差であるとか、じゃあお子さんについては分からないよということまでそこは分かったんですけれども、じゃあ 0.7 なんだけど子供だったらこれをそれがより高いのか低いのかとか、現時点で何か言えるメッセージって何かないものなのか。計算などによって、またあるいは予測されることとしては、空間線量に子どもさんの、結果は近くなります。だから 0.7 よりはおそらく大きくなるのではないかというふうに思います。これは実際今後が将来必要だというような記載もありますけれども、実際何か調査するとか、今後どういうとか、お子さんの関東というのは何かありますか。事業を進めるかどうかについては、今後の議論です。ただ我々の立場、いわゆるその科学的な立場から言うと、今おっしゃったようなところが、残っていることは間違いないです。つまり今回は我々としてはやったことを元にしか結果は書けませんので、そうすると使ったファントムは、大人を想定するファントムで、高さ1メーターのところに、個人線量計を貼っています。で調査員は、大人で男性で、しかも、ほぼ標準的な体格のものだったということで、なので、括弧書きをつけさせていただいているという状況なので、そうすると、この考察、今後の課題に書いているように、そうすると、他の状況だとどうだというのは当然ありますので、そこは研究としてはやるべきだと私は思います。ただ、今後、事業としてどういうふうにやっていくかというのは今後議論しなきゃいけないかなと思っているところです。その責任で総理の子どもの戦略と空間戦略と戦略戦略の関係性について、どういう問題なんでしょうか。今回の調査を踏まえてですね、今のようなご意見も含めていろんなおそらくご意見出てくると思いますので、そこはそれも含めていろいろ検討したいと思います。先ほどまでの話を聞いているとですね、データをまず10月11日にいただいた上で、それから精査して分析するという先生が取ったという理解をしているんですけれども、じゃあそうするとその NHK のデータというのは最初から考えてなかったというのを使うんでしょうか。この段階でこのデータを使うことを考えて、現場でのデータが出た後に、それをどうやってまとめていくか、生活パターンを推計してどうやってやっていくかという過程で、もちろんいくつか他の統計データ等も見させていただいてということです。ですから、はい、決めていったのは10月以降でということでよろしいかと思います。はい、例えば、
福島県さんは林業関係者の統計を持っておられたりとか、あるいはちょっと会社名ですけどベネッセさんは小中生向けの生活パターンのデータを持っていられたりとか、まあ、そういうような形で、すみません、今ちょっと個別なものが全部記憶になくて、ですね、ちょっと待ってくださいね。それで、よろしいですか。それで、ほとんどのデータが、比較的その業種が偏っていたり、年齢が偏っていたりという状況なんですね。なので、そういう意味で比較的、まあ、幅広い業種が網羅されているデータということで、今回 NHK のデータを使わせていただいているということです。現地調査とかは実際検討しなかったんですか。検討していないと思います。つまり、方法論が先ほども何回かおっしゃ、言ってますけれども、今回は違う方法を取ったと。結局その生活パターンに関してはその NHK のデータっていうのがあって、もその分類の仕方は別としても、その特に新しい知見とかってわけでもなく、その結果として出てきた推計値がそのどれぐらい代表性があるのかってことに関しても、別に実測値と比べるってことがなかなか難しい中で、その 0.7 っていう数字以外に新たな知見と呼ばれるものがそもそもあるのかっていうことがよくわからない。そう考えると、いやこれって中間報告の段階で実際問題としてはほとんど仕事終わってたんじゃないかっていう気がするんですけど、その後この統計データに基づいてこれを出すことによって、その推計値を出すことによって、その妥当性っていうのがどうやってこう確認されるってことになるのかっていうのがちょっとよくわからないっていうことなんです。それは どこにこう知見があるって考えたらいいですか。それって誰が考えてもできそうなことっていうか、逆に言ったら、まあ、どのデータを選んでパターンにするかっていうことはあるけれども、まあ、先ほどから、いくつか説明があってるように、まあ、確かに誰でも考えつくことではあるんですよね。なんですけども、それを実際にやって数値として、お示ししているものは、おそらくそんなにないということで、いろいろな、まあ、占領評価の手法がある中で、今回のような、まあ、一つのやり方を、まあ、ご提案できているんじゃないかなというふうには思っています。ただ、先ほどから言っているように、限界があるのも確かですので、そこに関してはいろいろ詰めなきゃいけないところはあると思っていますけども、なので、今回に関してはあくまでも、こういうような手法で、個人の占領系なので、まあ、動くって動いたことも考慮した評価をしていきましょうっていうのが、まあ、最終的な目的地になったので、まあ、その途中に 0.7 っていう数字があったというふうに理解していただければと思います。最初の目的っていうのは、さっき伺った話だと個人占領系の特徴っていうのをこう調べてくれって話だったわけですよね。それからそのいわゆるその生活パターンごとの推計ってところまでどうして話がいくのかなっていうことがね、そこがだから最初のマンデットにあったのかどうかってことも含めてなんですけど、なんでそこまでいかなきゃいけないのか、逆に言うとそれによってなんかあまり どういう説得力が生まれてるのか僕には絶対分からないんですけど、それだったらもうすでに中間の段階で目的は達してんじゃないですかっていう。内閣府支援チーム田村です。依頼した側のですね、立場といたしましては、やはり個人占領についてのですね、こういったその推計というのもですね、非常に重要だというふうに思っておりまして、いわゆる生活パターンに応じたですね、個人占領推計、というものにですね、トライしてくれということは依頼させていただいたということになっております。ホームページ の紙で印刷したものを打ち出してますけれども、この中で、まあ、いわゆる空間占領に加えてですね、今回のこの生活パターンを推定した個人占領とか、実際の個人占領を測ったデータっていうのが、あるというか積み上がってきますので、そういったものをやはりなるべく分かりやすくお示しするっていうのは大変大事なことだと思ってまして、そのために、まあ、この研究についてもですね、生活パターンの加味したところのデータの整理も含めてですね、研究についてはですね、いろんな形で成果を上げたんじゃないかなという。